20歳を過ぎてから始めて遅すぎるスタートに悔しんだこともあるけども、ピアノだってそうだよ。俺は24歳過ぎてからピアノを始めた。でも今日聴いてもらった曲のほとんどはそのピアノで作ってんだよ。俺は何度だって言うぞ。